ジョアン・リベーロ・デ・バロス・ムセ・ウタムにある、ジャウゴージョアン・リベーロ・デ・バロスは、ブラジルのパイロットである。1927年4月、ブラジル人のクルーで、南大西洋横断飛行を行った。サンパウロのジャウーで生まれた。祖父が設立した中学で学んだ後、サンパウロの高校を卒業し、ファクルデイド・ドゥーラルゴ・デソーン・フランシスコで法律を学んだ。1919年に、 アメリカ合衆国で機械工学を学ぶことに決め、その後1923年にフランスで飛行免許を取り、各国でパイロットのキャリアを積んだ。1926年にイタリアからブラジルまでの大西洋横断飛行の計画を始めた。ブラジル政府に資金援助を求めるが実現不可能だと判断されて援助は得られなかったが、 資産を兄弟に売った資金で航空機を求めてイタリアに渡った。イタリアで中古の水蒸気サボヤマルケティエス55を購入し、修理して出身地からジャウゴーコート名前を付けた。登場した乗組員はアーサー・クーニア、銃をネグラをニュートン・ブラガ・バスコ・シンキーニーであった。1926年10月18日にイタリアを出発し、アフリカ大陸生誕の岬。 カーボベルデに向かって出発したが、エンジン部長でスペインのアリカンテに着水すると、エンジンにクラックが見つかり、修理のために中断を余儀なくされた。修理が終了してもスペイン政府が出発の許可をせず、ブラジル政府との交渉を行わなければならなかった。長い滞留は乗員の健康を害し、副パイロットが交代した。 カーボベルデのサンティアゴ島からブラジルへの飛行は1927年4月28日に行われ13時間の飛行の後ブラジル沿岸の島フェルナンドでのローニアに到着したその後ブラジル各地を飛行し歓迎を受けたフランス、ドイツ、イタリアから勲章を受け航空のパイオニアアルベルト・サントス・デュモンから祝電を受けた1929年には 陸上機によるブラジルからヨーロッパへの無着陸飛行を計画し、フランスでブレゲー機を購入し、途中に没した母親の名前マルガリーダと名付けてブラジルへ持ち帰ったが、監修が集まり出発する直前に起こった政変で飛行は禁止され、飛行機は没収された。その後ジョアン・リベイロはブラジルを去り、1932年に立憲革命が起こるとブラジルに戻った。 反政府活動の疑いで政府に逮捕されるが証拠がなく釈放されるなどした。1947年に病没した。ありがとうございます。